苦手なんだ、矢口さんのこと。は？何でも思ってる人がこっちに来んなよ。美術じゃなくてもよかったくせに。なんだよそれ。あれ？いいの？やっと。あれ？どうしたどうした？なんか言われたか？バカみて、何が受験開花だ。俺は与太助君の絵も桑名さんの絵も橋田の絵も描けない。でも俺の絵は誰も描けない。美術じゃなくてもよかった。与太助君に何がわかるんだよ。今はこれに全部描けるって言ってんだよ。これしかないんだよ。ああ、エンジンが爆発してる。怖い怖い、死ぬほど怖いよ。でもそれ以上にひれ伏させたい。俺の絵で全員殺す。そのためなら何でもする。すごいね、目立つだろうね。これは何よりやってやろうって迫力が。大丈夫ですか大場先生。指導って難しいね。私も3人の息子育ててるけどさ、美術はゴールの場所が人それぞれ違うでしょ。ゴールもゴールに行くまでの方法も自分で考えなきゃいけない。アドバイスはできてもどこに行くかは最終的には私にもわからないからね。大変ですね。ん？逆よ逆。楽しみなんだわ。あと120日で彼らはどう変わっていくのかしら。